神宮道スペシャルステージにお集まりの皆様、こんにちは。我々東京都は新宿区よりやってまいりました、よさこいチーム折り紙と申します。私事ではございますが、このお祭りが第2作目演舞メメントのお披露目、そして第19回桜よさこいにおける我々の最後の演舞となっております。演舞テーマはメメントモリ、ラテン語で死を思えという意味の言葉になっております。儚き命を燃やす彼らの生き様をどうかその目に焼き付けてください。お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はっ、黒き闇夜に光を知りて、消えゆく定めに何を知る。折り紙第2作メメント。祝祭を告げる鐘の音が高らかに響き渡れば、今日もまたどこかで命が芽吹く。見よ、他の幼子の曇りなき眼をどうか狂おしく愛おしいあなたの旅路に幸多からんことを。祈りは真摯な愛となり、愛は健全な心身の一組、歯車はすでに回っていた。見るもの全てが鮮やかで、触れる全てが新しい。少年の世界は確かに輝いていた、輝いていたんだ。次第に魔法は解けていく、人に振り回され、責任に潰され、時間に追われて、結果を求めて、ああ、きっと明日もまた変わらない一日が。見えない、聞こえない、何も感じない、静止した世界で魂は生死をさまよう。命ある限り終わりは平等に、それは分かっていた、分かっていたのに。終わりを拒んだ、答えを遠ざけた、結末を否定した、もがいたその手が、ふとドアノブに手が触れた。ようこそおいでくださいました、あなたを愛する、あなたの愛すべき隣人から一つご挨拶を。死神はあなたをこんなに近くで見ている。手を取って踊りましょう。満足したかい？なら早速君の世界に帰ることだ。君の人生に満足したらまたおいで。出口は、いや入り口はさっきのドアだよ。そうだ、俺の人生はまだ満足していない。死がこんなに近くで見てるなら、とびきりの命を捨ててやる。闇夜にて光は輝く、されど昼中に気ゆるにあらず、目に映らずともそこにある星をその手に掴んでみせろ。
折り紙第二作放てムーンゾーン直れ。見てくださった全ての皆様へ最大限の感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。折り紙撤収。